トツが撃たれる。すぐ俺狙ってるな。まあヒットボックスでかいからちょっとお尻出して。あ、祭りの射的の距離やん。ピン玉だけ一回閉まって。はい。3、2、1、ファイヤー。あれ？引き戻しました。引きました。引いて戻しました。戻しました。あれ？立ってるか。あ、出た。出た。畑。え、なにこれ？おもろい。え、何発ある？6。ちょまちょま。ちょま。ちょま。痛い。うわ、待ってくれ。チンチンチン、前あ、くそチンチン一番怖いから。でも、ジーパンやから。あー効かないね。うわ、近っ。あいつ、鋼鉄のチンチン。鋼鉄だ。岩田さん、ちょっと向いてください。じゃあ、え、ちょっと待って。俺、金玉閉まっていいですか。はい、先生。いや、まず金玉閉まっとかないと。やっぱ、金玉立った時、死ぬんすか。あ、もっとこっち。あ、そう。なんか、手骨がないんだけど。手骨。めっちゃ怖い。え、なんかお尻遊びました。お尻めっちゃ怖いわ。いきますよ。いけ。狙ってきてる。だが当たらない。いた、待って。やった。面白くて笑ったら地面で画面。なぜ打てない。いえ。ちょっとおもろいっすか。みんなが言ってた理由がわかる。あばよ、楽しかったぜ。ゴルゴサーティーだ。カス取れん、マジで。ほうれん草が入った大量の餃子のあんを、これハンバーガーにするんですか。ちょっとしてみようかなと思って。いいじゃん、できるんですかね。もう包むのめんどくさいんで。確かにね、餃子ね、あと巨大にしてもよかったんですけど、うん、なんなら美味しく食べたいよねっていう。しかもハンバーガーだったら1回消費量でかいよね。はい。あ、でかいなー。ーローソンで L チキバンズ買ってたらハンバーガーできるよ。うわ、 L チキバンズだけ買いに行こうかな。買ってきてよ。それあるよね、うん、マジで。だけ L チキバンズだね。うわ、出来上がり楽しみやな。待ってみましょう。ちょっと買ってきますね、じゃあ。あー、ありがとう。お、できた。はい。なんかちょっとうまい食い方ねえかなと思って。お、オーロラを作ってみて。はい、オーロラを作ってみて、これでいただきたいと思います。はい。こっちの方がうまいですね。餃子？やっぱり餃子のタレの方がうまいと思う。いただきます。うまっ。今日どうして静岡に？いや、もう今日ノリです。もう遊びに、もう遊びにね、遊びに来ちゃいました。久しぶりに。もう大忙しだからね。いやいや、そん、まあ忙しい。じゃあいろいろやっててね、実はもう裏で、見えないところで。すごい。結構暑いですよ。気をつけてお召し上がりください。はい、お注文のお品物以上でよろしいですか。ごゆっくりください。すごい。見てこれ、あんかけですよ。美味しそう。すごいっすね。すごい、もう冬を先取り。いつも行列で入れない蕎麦屋八兵衛さんに来ました。はい。あと柴田さんがおごってくれるそうで。おごります。今日はもうおごらせていただきます。もう俺ら頼みすぎて、はい、多分1人2000円ぐらいいってるから。いや、本当だよね。昼ご飯とは思えない。じゃあちょっとちゃんとね、食べようとしてるけど挨拶をして食べましょう。はい、美味しい闇に。
感謝感謝その言い方一番合わないだろう。美味しい闇、感謝感謝、今日もいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイル。いただきます、どうぞ。いただきます。いやこれすごい、あんかけ、あ、また天ぷらパリパリだし、そばが、あ、すごい田舎そばというね、すごい箸揚げ、インサート用ね、インサート用、すごい懐かしいな、テレビ局時代思い出す。いただきます。うん、もう食べ応え、そばが太い、うん、おいしい。割とね、こうね、なんだろう、さっぱりした味というか、そんなに濃くはないね、非常にいいです。おいしいですか。おいしい、おいしい、闇ピースの動画でも一回実験しますから、私はだからその美味しい闇を使う権利がある、使う権利があります、私には。そうなんですか。そう、スカイピースが例のプール、うん、都内某所にある、はいはいはい、そこに寝起きで誰が一番最初に飛び込めるかみたいな、あのグループの人たち、はい、っていうのの、ジン君から連絡来たのかな、 DM 来て実況つけてくれませんかって、で実況つけてを繰り返して、それが使われるってことだったので、美味しい闇の、まあ、株をねちょっともらったみたいな感じで、だから使う権利がある。なんかいろんなところでやってますよ。そう、いろんなところ、実はね、いろんなところで実況とかやってますよね。ヘラヘラ三重師とかね、はいはい、まあ、歌うま選手権の続いてのチャレンジャーはみたいな。いや、潮田さん、本当にもう畑のことなんてどうでもよくなってどうでもよくなってないって本当にどう、ずっと来たかったですよ、ずっと。そういう感じになっちゃったんだと悲しんでおりましたよね。やっぱ結局静岡のほら馴染みのある俺らとかじゃなくて、やっぱ売れっ子のそんなことはない、そんなことはない、売れっ子だよな全然。そうです、そういう人たちがその協力してくださいっていう話があるんで、ニュース読んだりね、はいはい、ガードマンとかね、ガードマンとかガードマンで、ね、はい、その謎のドッキリが行われるみたいなあったけども、心はここですよ、心はね。それはさときさ、はい、誰ですか、あれ見つけたの。あ、まあなんか、今回畑にお任せあれです。あ、そういうこと。はい、畑にお任されて客最近畑やってるの知ってます。だからもういろいろ助けに、はい、みたいな。あ、そうです、そうです、静岡の方のなんか悩みとかっていうのを、まあ、僕らで解決しよう、はいはい、一緒にやったりとかっていうので、ぜひ、柴田さんとやってもらいたいというか、はい、柴田さんが必要なお任せあれがあったんです。びっくりだろう、はい、それこそ逆によ、静岡の人からは、はい、もう静岡のアナウンサーだったことは忘れられてるんじゃないかっていう。いや、今関係ないんですよ、今回のそれ、逆に、はい、関係がないそれが何だろう、逆に、ありますか。はい、はい、じゃあ、ちょっと何トツくん、読んでください。あ、依頼内容ですか。はい、まずは、まずはそこから。何、大丈夫、収益化通んなくなっちゃう、大丈夫大丈夫、そういうことじゃない、大丈夫です。はい、では読ませていただきます。はい、女性から来ております。はい、深田恵美チャンネルに出ているエロアナウンサーが畑と関連性の多い柴田アナに見えて仕方がないのですが真相を探ってほしい私の思い過ごしでしたらごめんなさい。気になり始めてからも夜も眠れません静岡市民としては気になったのでよろしくお願いしますということですね。静岡の方から、はい、あ、なるほどね、はい、あ、なるほどなるほどなるほど、はい、あ、確かに似てる人いたね。これ我々も拝見しましたけど、はい、まあ似てんなーっていう。そうですよね、声も顔も似てますから。ドッペルゲンガーかな。一応見た、俺も見た見た。画像があるんですね。はい、一応見ますか。こういう。もうさ。似てる人いるんだね。だからいるんだね。三人ね、三人あの同じ顔の人が世の中にはいるって言いますけど。服のコーディネートも今と一緒。この方はその画像の方は別にエロアナウンサーとしか自分言ってないんですけど。はい、まあでもエロアナウンサーって言い始めたのも俺らだしなと思ってそれもしかして気に入っちゃって使っちゃったんじゃないのって。正確にはよ、どうなんですか。一個はね、はい、ファンタジーということに収めてくれないかファンタジーで収めるわけにはいかないか。いやいや、あのもちろん別にファンタジーですか。ファンタジーですから、ファンタジーですからね。そういう人がいるんだなっていうそういうキング的なあ、いや、じゃあまあ一応この帽子をお前に預けるっていうね。ああ、
いうことで収めてくれないか。じゃあまあ一応名言は今回は聞き取れませんでしたけど、はいはい、まあじゃあまあ一応お悩み解決だ、解決だね。ファンタジーだ、ファンタジー。落としながらズボンを下ろしていきました。ベルトを外した、あっという間にズボンが下りていきました。そしてですね、シールドパンツが見えてまいります。パンツ一丁、一丁ではありませんね。パンツは下半身、そして上半身をまだ抜かされていないという状況になります。フリースに T シャツ、そして T シャツをこうまくり上げていきました。さあここでですね、男性のこの胴体の部分が、胴体の部分がですね、ああもうあらわになってまいります。これは東京ですか、もう東京のですね、ワンピールの中、そして T シャツがですね、多分エロアナウンサーで言い出したのもおそらくトマト君なんじゃないかってことで。あ、そうなんですね。おそらくで、もうトマト君も卒業しましたし、はい、もうこれは権利としては私の方に移行してきてまあまた次のファンタジーをしましょう。そうですね、はいはい、次のファンタジーをまた持ってきますので、はい、柴田のここで見つけたぞっていうのがあるので任せられ、連絡していただければ一応受付はするんですか